数年前までは初めて出会ったベトナム人の人に日本にいつ帰るのと聞かれたらこう答えてました。まだわかんない。でも最近はこう答えます。帰らない。こんにちは。今月でベトナム在住6年目のキキです。僕は以前韓国に住んでたんですけど、その韓国に住んでいた時に行ったベトナム料理屋さんのフォーの味に感動してベトナムに住むことを決めた日本人です。といっても最初は本当にベトナム料理に興味があっただけだったので、まあ6ヶ月ぐらい住んだらそれなりに満足して日本に帰るかなと思ってました。でも気が付いたらもう6年という月日が経ってました。一言でこの6年目を表すとするなら、もう本当ザ・ブーイですね。本当に楽しかったです。まあベトナムで仕事をしながら職場の人、いろんなお客さんにも会えたし、一人で結構自由気ままにベトナムも旅行しました。もともと興味があったベトナム料理も本当旅行行った先々で、そこの地元の人たちにいろんなローカル料理食べさせてもらいました。美味しかったです。ベトナム北部、中部、南部どれも好きです。あとはもう別れましたが、ベトナム人の女の子とも付き合いました。ベトナム人の女の子は本当に可愛くて賢いと思います。仕事も旅行も恋愛もこの国でしてみて思うことがあります。もう日本帰れないですね。もう日本じゃなんか住めない気がしてきました。本当に僕は別に日本の生活に疲れて日本が嫌になってベトナムに来たというわけではありません。ただなんというかもうあまり日本の生活に興味がありません。まあ、もちろん日本食、和食も美味しいんですけど、ベトナムに来て6年ベトナム料理ばっかり食べてて、もうちょっと軽くハーブ中毒になってる僕からすると、こう日本に帰って日本のレストランとかに行って、こう香草とかライムとか、こう唐辛子のああいう新鮮な香りがないのがなんか寂しいなって思うようになってしまいました。日本は法整備も細かいところまでちゃんとされていて、水道水が飲めて、横断歩道も歩行者優先、なんていうか、まあ安心安全に暮らせる国ですよね。それでもなんかベトナムにいる方が好きなんですよね。本当に外国人なら誰もが聞かれると思います。なんでベトナム住んでるのって、ベトナムの何がいいのって本当聞かれるんですよ。まあもちろん僕だけじゃないと思うんですけど、そういう時本当答えるの難しいですよね。僕初めてベトナム旅行に来て、でバイクタクシーに乗ってみて、まあなんか素直に思ったんですよね。なんかよくわかんないけどこの空気が好きだなと思って、だからどうして好きかとかっていうのは本当すごく難しいです。でも本当その感覚に間違いはなかったんだなと今も思ってます。ベトナムに来る前は韓国にも住んでました。韓国に住んでみて僕が驚いたことは、韓国って日本好きな人めちゃくちゃ多いんですよね。もちろん日本が嫌いな人たちもいるのかもしれません。でも僕はそういう人たちとは会う縁とか機会とかほとんどなかったですね。韓国にいた時は韓国の人に優しくしてもらったし、ご飯もいっぱいおごってもらいました。韓国は日本と同じぐらい発展している割には交通費は安くて、キムチも美味しい、そして親日で住みやすい国だと思います。でそれで実際韓国に住んでみて、韓国語の勉強もある程度終えてしまったら、なんとなく何かに満足してそれ以上韓国に住みたいっていう理由を見つけられなくなりました。なので僕の韓国生活はたった2年で終わりました。ではベトナムにいる理由は一体何だろう、何でしょうね。理由はよく分かりませんが、ベトナム以外の国にあまり行きたいと思わなくなりました。前はもっといろんな国に行ってみたいという気持ちもあったんですけど、最近は本当あんまり思わないですね。それよりも何年かベトナムで生活しているうちに、これからもっと変わりゆくベトナムを自分の目で見たいなと思うようになりました。変な話ですが、昔のベトナムも見てみたいです。例えばドラえもんに出てくるようなタイムマシンがあったとしたら、
ちょっと昔のベトナムに行って、まだあのバイクとかあまり走ってなかったような、そういう時代を自分の目で見てみたいなと思います。そういう意味ではもっと早くベトナムに来ればよかったなと思うし、ベトナムが今ほど発展する前に来ていた外国人の人たちが羨ましいです。ベトナムに来る前、レストランで働いていた時の料理長が本当にベトナム好きな人でした。料理長とはよく仕事終わりに博多にあるタイ料理、ベトナム料理、ネパール、時々ネパール料理のお店とかも行ってたんですけど、そのために料理長は20年ほど前に行ったベトナム旅行の話をしてくれました。20年前のベトナムはとにかくすごかったと。なんていうか、道路とかはまだ全然舗装されてなかったけど、すごいこれから発展してやるぞっていうエネルギーをすごい感じたとおっしゃってました。あと、あの時案内してくれたガイドのミンさん元気してるかなともよく言ってましたね。あとベトナム料理に関して言うと、明太市場の横で食べた屋台のフォーがもうミントとかパクチー、バジルがめちゃくちゃ入ってて、それがすごい美味しかったって言ってました。日本だとミントはあのデザートの飾りにしか使われないんですよ。それをこう料理に取り入れるっていう発想にすごい驚いたと言ってました。とにかく料理長があの東南アジアを旅行した中で一番印象的だったのがベトナムだったらしいです。僕はですね、2015年に初めてベトナムに来て、ベトナムの交通状態を見た時はもう、ああ魚の群れみたいだなと思いました。正直交通ルールなんかないのかと思いました。まあでも長年住んでみると、ただ当たり前の感覚っていうのが日本とベトナムで違うだけで、ベトナムにはベトナムのルールがあるということに気づきました。ベトナムで運転するときに注意することは、とにかくスピードを出さない、ゆっくり走る、公安の取り締まりの位置をだいたい覚える、女の子を乗せるときはステップをすぐ出してあげる、あの後ろのですよ、このヘルメットは他の女もかぶったヘルメットかと聞かれたら躊躇なく、違う、新品ですと答える。そういうのに気づいてから特にベトナムでのバイクの運転も怖くなくなりました。あとは僕があのバイクのキックスタンドですね、スタンドを立てたまま走っていたり、リュックのファスナーを閉めずにそのまま走ってたりすると、あの知らない人が教えてくれたり、バイクが壊れて一人で歩いていると、あの知らない人が足で後ろから押すのを手伝ってくれたり、そういうことがありました。最初は本当ベトナムのこのめちゃくちゃな交通状況に驚いてばっかりだったんですけど、時間が経つにつれ、長年住んでくるにつれ、なんというか、それよりもあの見知らぬ人からの親切心、それと人と人との本当のなんというか心の距離のなさに、そっちの方に驚くようになってきました。とにかく僕にとってベトナムの生活は驚きの連続でした。最近思うんですけど、僕ってあんまりこう昔から大きな夢みたいなのがないんですよね。まあ、夢が全くなかったわけではないんですけど、20代の頃は夢が3つありました。1つ目はポリグロットになりたい、なんていうか多言語話者ですね。7カ国語ぐらい話せたらかっこいいなと思ってましたまあ今も思ってますけど、まあ、でもまだ7までは行ってないですね。まだ叶ってません。あと2つ目はあの自分でカフェ作りたい。これはあの父親がカフェしてたので、なんとなく自分も、ああ面白そうだなって思ってたぐらいなんで、これもまだ叶ってないですね。3つ目はベトナムに住むことです。これだけは叶いました。ベトナムに来てからはレストランで4年間仕事をした後、今のような YouTuber になりました。まあ一応あの他の仕事もしてるんですけど。でも決して元々 YouTuber にめちゃくちゃ憧れてたとか、はあ、とにかく有名になりたいとか、そういう方向ではなかったです。まあでももちろんちょっと有名になるのも嬉しいのは間違いないです。今の自分に満足しているかというと、全然満足してないです。2020年、去年こそは変わろうと思ったのに、結局変われなかった自分になんとなく嫌気がさしているのかもしれません。それでも僕の動画見てくれてる人はわかると思うんですけど、僕あのめっちゃ楽しんでますね。本当人生。これはこれで楽しいんです。毎日それなりに楽しいんですけど、でもやっぱり今このままでいいのかなって自問しますね。なので今はその答えをずっと探してます。答えはどこにあるのか分かりません。ただそれが韓国ではないのは確か、そしてそれが日本でもないのも確かなんです。
だから日本にはもう住めないなと感じてます。聞く人によっては日本に住めないとかいうのはすごいわがままかなと僕も思います。まあでも今の自分にできることは本当に今の健康状態に感謝、そしてこれからも僕は自分が思う通りに突き進んでいきますっていうことです。まだこの世界は僕を飼いならしたいみたいだ、望み通りだろう、美しく描くよ、出会いの砂時計、流れながらキスをしようよ、さよならから一番遠い場所で待ち合わせを。